なるほど。はい、後で編集して。後で。うん。大体こんなもんですか。うん、どっかにあの URL とか広報とか出してます？ツイッターの方は流してます。Facebook はあれ出しても時系列で流れないじゃないですか。うん、確かに。はい。なんで朝流しただけです。はい。じゃあこの人数で、はい、もう大体揃ったって感じでいいですかね。まあぼちぼちというか一時直帰しなんで、まだ来るとは思うんですけど、うん、なんかまだお昼ご飯食べてる人いるかもしれないですけど、そう。まあ、始めちゃいましょう。うん、そう、あとテレグラムの方には流してます。今流した。ああ。はい。テレグラム。じゃあ、イントロということで、あとちょっとプレゼン資料作りましたんで。あ、はい。はい。画面共有、あ、まだ行ってないかな。ん？行ってます。見えてます。はい、行ってます。はい、じゃあ、プレゼンモードにします。はい。まあ、ちょっとタイトル違うのは、気にしないでください。ちょっと正確にやってないんで。なるほど。で、先ほどのセミナーありがとうございました。まあ、印刷書使うとかそういうのって、初めて聞くような話でしたし、まあ、野方さんが、ハンズオンでなんかいろいろやってくれましたけど、まあ、なかなかそう、細かいとこまでやるっていう設定ってなかなか聞かないんで、うん、まあ、今後そういうのやっていきたいなっていうのは、うん、はい、まあ、やりたいなと思いました。まあ、本当にありがとうございました。で、まあ、同人界隈というわけではないんですけれども、まあ、最近、まあ、近藤さん、はい、プレゼンモードにはなってないです。あ、なってない。編集画面のやつを間違えてるかも。うん。ああ、わかった。そういうことか。ちょっと一回切ります。はい。全体で共有しなきゃいけないな、これ。そうですね、もしくはプレゼンモードにしてから画面共有するか、うん、で1画面で両方出す、うん、プレゼンターコンソールと両方出すっていうのをやってたら、そのフルスクリーンのやつだけを共有したらいけるっていう。あ、ダメだ、あのフルスクリーンにするとメニュー戻れない。あ、なるほど。アルトタブとか押して、じゃあちょっとこれで。はい。まあ、この画面でも見れるんで、大丈夫ですけど。これでスライドショーにする？これでスライドショーになってます？なってないです。なってないですね。この編集画面で話した方が早い。いいと思います。まあ、そんなに枚数ないんで。はい。サイドバーとか閉じとけば。まあ、まあ、バレてもそんな問題ないですわ。はい。じゃあ、最初から、まあ、タイトル違うのは気にしないでください。まあ、先ほどセミナーありがとうございましたという内容です。まあ、この辺も、ちょっと省略するとなんか申し訳ないんですけれども、まあ、時間も余ってるですし、まあ、まあ、これから、まあ、こういう使い方っていうのも、いろいろやっていきたいなっていうのは、ちょっと感じた次第です。で、ちょっと画面見えなくてすみませんでした。まあ、コミケなんかは、ゴールデンウィークから含めて、もう開催できないような感じにはなってるんかなっていう気がします。まあ、ただ、小規模な即売会っていうのがちょっとずつ始まってるなっていうのは雰囲気としてありますし、まあ、いい機会なんで、電子書籍とかの方に、主流が変わってくるんかなって思ってます。電子書籍と買われてる方って結構いるかなとは思います。
コミックスなんかは結構電子書籍に、僕自身は電子書籍に乗り換えました。ただ活字の本がいまいちで、縦組みの本なのに横用のフォントが表示されてたりとか、これは売り物としてあかんやろっていうのがたまにありますんで、まあ、その辺はちょっと業界含めて何か変えていってもらいたいなというは思ってるところです。まあ先ほどのセミナーの中でもありましたけれども、あれ入稿の手段の中にまあフォトショップだとかイラストレーターだとかちょっとまあ難しいところあるんですけれども、 PDF でも受けてくれるっていうのが結構増えてきてるんですが、リブレオフィスの前のオープンオフィス .org の 3.0 だったか1だったかな、PDF のエクスポートできるようになったのってもっと前からありましたっけ？だいぶ前な気がしますね。拡張機能の時代が長かったかな。うん。ちょっと覚えてないですけど。まあそれでも10年以上前からありますよっていう話ですよ、うん。まあ PDF に出すのは、例えばワードで PDF 出せるようになったのってもう確か2013とかそんなあたりだったと思うし。こういうことってなんか正確に調べてないと言っちゃいかないかなと思うんですけれども、パスワード付きの PDF って、今のワードで作れるかどうか確認してないんですけど、少なくとも手元にある2013ではできないです。パスワード付きどうだったんだろうね。まあ、はい、ごめんなさい。止めてきたいでも結構ですよ。時間あるんで。いやいや、大丈夫ですよ。はい。はい。さっと進みましょうか。はい。ちょっと前まで、なんかノートフォントで縦組みすると、句読点の位置が崩れるとか、なんかいろいろあったみたいなんですけども、最近まともになったらしいっていう話を聞いてるんで、まあ、ちょっとその辺は自分で確かめろっていうところあるんだと思うんですけれども、まあ、ノートフォントでも縦組みできるようになりましたよっていうのが、今の風潮だと思います。EPUB も 6.0 あたりからだいぶ良くなったって話は聞いてるんですけれども、それが7になってどこまで良くなったのっていうのは、ちょっと追検証してないんですけれども、まあ、これもだいぶ使い物になるっていう話は聞いてるんで、まあ、まあ、どんどんバグレポート上げて、いいもの出せればいいかなと思います。まあ、あと、フォントですかね、オープンライセンスのフォントとか、まあ、どっかでまとまってるっていうか、そういうのも、情報発信していかなきゃいけないかなと思うんですけれども、まあ、そういう、まあ、商用に使ってもいいとか、そういう自由なフォントって増えてきてるなっていう感じがします。まあそういうのってあれワードでもできるじゃんっていう話もあるんですけども、まあリブで使って楽ですよっていうのは主張していきたいところですね。なんか今なんか音声潰れてます。ノイズが誰かのノイズが入ってて、近藤さんのじゃないと思うんですけど、うん、すごい生活音が、うん、でまあ、ちょっとこれから、具体例ということで、話の中に出てくるんかなと思うんですけれども、まあ、我々がやってるセミナーでもそうですし、先ほどのセミナーでもちらっと触れましたけれども、ドロー、僕ら、リブレオフィスにはドローがついているっていうメリットがあります。まあ、ライターで、しっかりと、スタイルを組んでいくっていうのが一つの、到達点ではあるんですけれども、まあ、先にプロトタイプを作って、こんな感じになりますみたいなのを、完成品みたいなものをさっと見せて、それでどんどん作っていくっていうのが、まあ、作り方としては理想じゃないかなっていうのが、考えているところです。で、8月、まあ、今月ですね、7.0 が、出ました。あ、ごめんなさい。これ、6.4 で映すと、消えるのかこれ。そうです。そうですね。もうないです。
ちょっとごめんなさい、一回これ。しゃあないよ、それは。うん。確かにそれは 6.4 だとないので。そっか。今何の機能を使ってたんですか、ちゃんと見えてる。にじみと交際です。ソフトエッジです。ソフトエッジはぼかしになってます。役では。なるほど、なるほど。はい、にじみではないです。あ、ぼかし。はい、ぼかしです。じゃあすみません、改めて画面共有します、ね。はい。ぼかしのなちょうどいいからここ直しましょう。はい。ありがとうございます。まあ写真貼り付けるっていうとか、まあサンプルにしても完成品にしても。これからやっていく中で必要かなと思うんですけれども、ぼかしとか交際とか使えるようになりましたんで、こういうのを使って写真貼り付けていくっていうのが、今後活用できるんじゃないかなと思います。ちょっとあれ、話としてこれから出てくると思うんですけど、LibreOffice Online、ちょっと画面が軽くなっちゃってるんで、例としては良くないんですけれども、共同執筆していく中で、10人、20人とかそんな感じはないと思うんで、せいぜい多くても2、3人とか、そんな程度だと思います。そんな中である共同執筆していくんだったら、ロールって結構使えるんじゃないかなって、考えてるんで、そういうのも、チャレンジしていただきたいなっていうのが、個人的に思うところです。ちょっとまとめみたいな感じなんですけれども、パッパパッとできるような、クイックで、こんなのどうですかみたいな機能と、本格的なスタイルの設定とかそういうことを、なんかちゃんと使い分けて、お客さんに、ちゃんと、完成品に近いものをなるべく早く見せるっていうのが、LibreOffice ができることじゃないかなと思ってます。ということで、ここからフリーディスカッションということで、いろいろ、議論していきたいと思います。硬いですわ。はい。じゃあ、共有切ります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。切れてない。はい、あれ？まあ。切れました。はい、OK です。OK で。いやー、ほんまの朝、ラルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ああいう話、ほんまに OSC っていう場所では全然なかったので、うん。あれは、ズームのチャットのやつでもちょいちょいみんな書き込んでたし、結構反応良かったですね、チャット。そう。多分あれはすごい新鮮だったはずっていう。で、リブレでなんか困ることないですか？いきなり そういう話なんですか？いきなりそこから。何がある？他、じゃあ、リブレで作るとき。か、なんか。さっきの続きの話ですか？そう、さっきのやつ。ああ、ね、それ質問したいんですけれども、リブレ使う前って何使われてましたっていうのを、そういう話って出てなかったですよね。ああ、そう、出てなかった。ああ、そっかそっか。この1年半がリブレオスですっていう話だったので。あれ、ラルさん、今、聞こえます？聞こえるけど、
ミュートかな。ラルさんのマイクは今切られてる。あ、待て、私なんでミュートされてるの、すいません。あ、でもあの画面共有したからミュートになってたんだと思います。あ、なるほど、ごめんなさい、はい、え、私もともとワード使ってて、はいはい、で Mac をずっと使ってるのにワード使ってたから、もうすごいイライラしながら使ってて、Mac 版の品質があまり良くないのか。いや、もう本当に最悪でした。うん、でも、あの同人誌、小説の同人誌作るのってやっぱりワードがすごい定番で、うん、だからこうナレッジとかもワードしか落ちてないんですよ。うん、他にどうにかしたいなって思った時に、うん、やっと最近、本当1年半ぐらいで、あのリブレに出会って、それでや、まあ、今は結構もう全然ストレスなく使ってはいますね。いや、ありがとうございます。模範解答みたいなのしちゃった。でも、その Mac っていう環境で、そのワード、はい、ワードとインデザインあると思うんですよ。うん、あ、はい。間ないですよね。ないです、ないです。うん、本当にない。うん、そういう意味では確かに Mac ではリブレは選択肢に入る、はい、ありますよね。はい、うん、ああ、うん、Windows だと何やったっけな、パーソナル編集長とか、ああ、はい、なんかその辺の間に入るようなやつがちょこちょこ、うん、ありますね。あと一太郎もあるし、ここ一太郎結構多いと思いますよ。うん、うん、そう。そういう意味では Mac だと確かにない、うん、そう、 Mac のエディターソフトって本当に一向に1位がなくて、うん、これ使っときゃ間違いないみたいなのが出てこないから、うん、それって考えたらやっぱリブレ良かったなと思いますし、うん、で本当にそうそう、うん、ワードってあんまりこう同人誌の原稿とかする印刷物を作るっていうのすごく向いてないような気がしてるので、Windows だとしても。うん。そう考えたら、リブレすごいめちゃめちゃいいなと思ってます。おお、すごい褒められてる。ユーザーの意見です。いやいやいや、すごい褒められてる。ああ、あの、ついでに、すいません、ついでにあの、もう一つ、あの、はい、あの書くときからもう最初から縦書きで やられてるんですか。あ、はい、縦書きの小説をずっと作ってます。だから下書きということで、はい、なんか他のテキストエディターを使うとかそういうようなスタイルではないという。あ、そういう意味で言えば、メモとかウェブに上げたりするものは別な、なんだろうな、ソフト、でもエディターソフトではないです。なんかトレロとかを使ってて、あの外で書いたりするっていう観点で言えば、あのリブレではないかな、下書きの段階では。あ、はい、はい、本当に原稿を作るっていう段階においてはもう全部リブレで。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、へえ。いや、もうなんか技術系の人だともうエディター使ってガシガシ書いて、うん、バッて流し込んで、うん、整形するのにリブレ使うとか、あ、はいはい、多いので、うん、ですよね。大体の人はそうじゃないかな。うん、そうそう。あ、でも、いや、本当そういう風な普通の人が使うときに、うん、こういうエンジニアとかだとエディター使うの当たり前でしょみたいな感じなところを、あ、はい、ワードいきなり起動して書き始めて、うん、とかっていう、こう、なんやろ、カルチャーギャップ。なんかあの文化の違いというか、はい、のがあるから、うん、面白い、そういう話。うん、確かに、うん、なんか技術書とか作ってる人って多分また違うんだろうなと思います。うん、もう、うん、技術書の人はこういかにこう手間をこうシステムの方にぶん投げて減らすかっていう、うんうん、そうなんですよね。下手に書式がつくと、はい、結構大変なのですよね。うんうんうん、
まあ、でも、Webreactの使って最初から原稿を書くのは不可能ではないですけど、ね、うんうんうん、気をつければ、うん、まあ雑誌とか、まあ、こういう技術系だと、まあ、ちょいちょい原稿を書きませんかっていう話があったりして、そういう時はもう最初からテキストで書くっていう風になってるので、はい、うんうん、そう、ワープロを立ち上げて書くっていう、うん、うん、のはすごい多分新鮮、周り今の人は、はい、うん、うん、まあでも確かに多分どっちかかな、そもそも原稿を作るっていう概念がない人はやっぱり多いと思うので、うん、あの、なんて言うんだろう、本当に極端な人だと、うんうん、テキストデータを印刷所にこう送れば原稿ができると思ってる人って結構いるんですよ。うん、ああ、はい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 。うん。うん。まあ、うん、文章しかないやつだったら、はい、まあ確かにインデザインで組んでもらったら、うん、それでもできるかもみたいな。そうそうそう、多分それって出版社の人に投げるならそれでいいんですけど、うん、自分で印刷所、なんか同人誌とか作ってくるような印刷所に投げたらそれ はいってなっちゃうので確かにそうそう、うん、あの印刷する紙面を作るっていう概念がそもそもない人はやっぱり多いから、うん、こうどうしていいかわからないっていうふうになってるのかなと思います、うんうんうん、いやほんまにあのそういうふうなところが、うん、やっぱりやったことがないとすっぽり抜け落ちてる、うんうん、そうですね、うん、あの、うん、学生と話してたら大体そんなやつが分かります。ああ、ね、うん、普通のことなんですけどね、こうなんだろう、うん、知らないのもしょうがないっていうか、まあ、そうだよねって思いますし、うん、まあ、でも印刷所って普段出さないで、はい、結構 どんなファイルでどう送るかっていうのはよく分かんないですよね、正直、うん、そうですよね、うん、あ、チラシぐらいはやったことあるんで、あ、はい、まあ、PDF で、まあ、行って前みたいに送りつけたら、まあ、普通に印刷されてきたんですけど、うん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 、まあ、あとはイラストレーター、昔は、はい、で送ったりとかはしてましたけど、うん、っていうか、ワープロ系で送ったことがないので、ああ、はい、うん。もういけるんだみたいな感じです、うん、うん。あ、そうそう、あの、ラルさんの話の中で、原稿を送るとき、ドック X もあったじゃないですか。ああ、ええー、はい。で、リブレでやった場合もドックとかドック X で送るんですか。あ、私 PDF です。もう。ですよね。うんうん、なるほど。本当にドックで送るのって送っても大丈夫な印刷所ってすごく限られてると思いますし、うんうん、あれって結局ドックでもらったものを多分印刷所の人が中で内職してるっていうか。うん。うんうん、紙面、テンプレートとか持ってるものに当てはめて原稿作ってくれてるだけだと思うので、うんうん、なんかそんなことはとてもお願いしたくないから申し訳ないので、うん、で、大体もう今文章系の同人誌って PDF で入稿するのはもう当たり前っていうか、一番綺麗に仕上がりますよっていうのがセオリーだと思うので、うん、PDF になっちゃってますね、うん、いや、PDF で出すってことはもう、うん、何もいじらないでそのまま印刷するって感じなんですかね。あ、そうだと思います。はい。じゃあその PDF 作るときにもうトンボ付きのやつのをそのままバーンって投げてお願いしますっていう感じですか。うん、そうです。はい。あ、だからあの塗りがどうとか、うん、そういう話をしてたわけですね。はい、そうですそうです。そう、あの、そうそう、あの用紙の設定のところで。言おうかなって思ったけど、うん、言ったら多分あの止まるからやめとこうってそういっぱいね説明しなきゃいけないことを全てはしょってあれにしてるのであのね最初にあのスライド見せてもらった時、はい、最初の印象は無理だって思いましたうん、うん、そうですよね、うん、よく喋り切れたって感じですねそうそうすごい綺麗にバンと45分でまとまったからすごいって思ってる、うん、
うん、全然足りなかったです。なんかチャットを見てると、なんか社長とかいろんな人見に来てたなと思ってて。そうそう。今、実地のチャットのところに、その、ズームのチャットのログを、ファイルを、リンクを投げたんですけど、見せてもらいました。結構いろんな人がコメントしてくれて、宮原さんっていう人は、あの、はい、OSC の事務局やってるところの社長さんです。あ、はいはい。すごい。でも興味を持っていただけるのやっぱ嬉しいというか、でも多分こういう方たちっていろいろ原稿とか作ってるんだろうなって思ってたら、やっぱそんな感じのコメントもされてるので。いや、多分やってる人とやってない人は極端に分かれると思ってて。あ、そうなんですね。で、まあ、来る人はだから両極端しかいないと思うんで、その、あ、もうそういうのに興味があるからあえて聞きに来たっていう人と。はい、いや、普段リブレのセミナーやると身内しか来ないから。あ確かに確かに。宮原さんとか来ないですね。あ、そうなんですね。うん、はい。宮原さんが、あの、背幅忘れがちとかって言ってる。そう、そうやけど、うん、こんなコメント珍しいって。あ、へえ、そうなんだ。まあ、なんかインデザインで前作ったらしいですよね。ラズパイオーディオの会。ね、はい、そうそうそう。まあ、リブレもありだなみたいなコメントなんか、途中で出てきますけど。うん。うん、そう、やっぱインデザインは、あの、ちょっと大げさすぎっていう感じがするやつ。ああ、うん、それはあります。ありますね。でも、松沢さんも組長ですけど、もう、うん、なんか、組長って言われても分からん。まあ、あの、インデザインで。っていうのがあって、うん、Firefox のモジラ組っていうのがあって、そこの、うん、そこの組の組長なんで、組長って呼ばれてたの。呼ばれてるんですよ。あだ名、あだ名。今は違うんです。あだ名、あだ名です。はい。いきなり組長って言われたら違う方思うから。そう、何言って思いました。まあ、これもインデザイン、何の冊子作ったのかよくわかんないですけど、うん、インデザインで作ったって言ってるし、うんうん。エンジニア系ってやっぱり極端に走りがちっていうか、すごい、もう、本職が使ってるんだからそっちだろうみたいな感じで。あ、まあまあね、気持ちはわかりますので。あとは、今日は、ま、来てないけど、あの、オープンスーゼの竹山さんとか、スクリバスっていうオープンソースの インデザインっぽいやつを使ってます。うん、あ、へぇ、ま。インデザインっていうよりか、スクリバスはあのページメーカーに近いかな。そっか、そう。そっちに近いのか。うん。うん。ちょっと日本語の処理が怪しかったりするんですけど。かなり怪しいよ、あれ。日本語ってね、そうなんですよね。うん、まあ、ただ、あの、大量に多分文章があったときは、リブレオフィスよりうまく処理できるだろうなっていう感じはしました。うん、何百ページもあるみたいなやつは。うん、ああ、そうね。で、まあ、スクリバスが使えるのは、やっぱ横書き。うん、そうですね、うん。縦書きはダメだと。縦無理って、まあ、スーゼで小説書いてるやつがいるんですけれども、うん、彼も、スーゼで同人誌出すときは横書きで出しますから。ああ、結局そうなっちゃうんですね。うん、縦書きができるやつ少ないですね。縦書きは本当にそうですね。うん、なんか本とかビジネスとか、あの縦書きで組んでるんだけれども、うん、あのインデックスとかそういうのが横書きになってるやつがあって、これってどうやって作ってるんだろうなって。別ファイルにしてるのかな。うん、ワードでそういう作り方って解説一つも見たことないんで。まあでも、全然別のファイルにしてて、PDF をガチャンコしたらいいんじゃないですか。うん、いや、あの、ワードでも一応できる、その方向を変えるっていうのは。あ、途中で変えれる、途中で変えれるんやけど、あのね、いろいろ不具合が多い。そうそうそう、本当最悪ですよ。途中で変えるのは大変だろうな。なんか本当に途中でちょっとだけ変えたいなら、あの
なんだろう、縦書きの文章とは別に、なんだろう、テキスト、なんていうんだろう、テキストエリアみたいなの作って、見出しだけ横書きにするとか、うんうん、多分それが一番手軽だと思います。PDF にそれぞれ入っておけば、そうですね。別にガッチャンコするのは簡単なので、うんうん、そんなに大変じゃないとは思うんですけど、うんうんうん、でもなんか入り組んでると嫌だなみたいな感じですね、うん、こっちが、うん、じゃあここにいないとは思うんですけど、はい、Zoom の方で出てた話題、質問とか、そうそう、うんうんうん、出てましたね、そういえば。で、複数人の原稿を一つにまとめる際に、うん、個々人のレイアウトを崩さずに、ファイルを連結する方法はありますかっていうのが出てます。うん。うん。うん、悩ましい。まあ、作りによると思うんですけど、まあ、単純にやるならマスタードキュメントかなっていうのが第一感なんですけど、うんうん、みんなが同じように作ってくれてたらですけど、うん、そう、そこなんですよね、うん、だからそれでテンプレートを作りませんかってなんかコメントが、はい、そうですね、そこからの流れだったのか、テンプレート、うんうん、結構テンプレートをなんだろう、みんなでこう原稿持ち寄って一冊の本作りましょうみたいな、アンソロの企画だと最初にテンプレを配ってっていう人はやっぱ多いですね、うん、うん、そうですね、うん、でもテンプレ配っても、うん、テンプレから逸脱したこんなんできんのみたいなことやってくる人いません？それやめて、そうなんだやだいやなんかリブレのやつでスタイルをかっちり作って、はい、見出しのやつはちゃんと当ててくださいねって言ってて、うん、絶対当てないとか、うん、ルール決めとかなきゃダメですよね。なんか見出しと1と2と3しか使いませんとか、うん、そんなもんよ。日本語のやつって大見出し中見出し小見出しあれば十分や、うん、あ、そうですね、うん、あとはなんだっけ、コラム的なやつのスタイルを入れたりとか、うん、それぐらいしか使、前もらったテンプレートはそんな感じでしたね。うん、昔。うん。まあ、それぐらいシンプルにしとかないと逆に使い方がわからないっていう。うん。うん、どんな人いるんだ、逸脱してくる人は。それは辛いでしょ。うん。だから結局、そのままの原稿使えるんかなって思ったら、こっちで直さないかんっていう。ああ、最悪だ。うんうん、そう、もうそれやったら最初からテキストで欲しいっていう。うん、そうですね。うん。ランさんはそういうふうな合同詞作るときってなんか困ったこととかない、はい、なかったですか？なんかこの前ちょっとちらっと話したような気がしたんですけど。ああ。テキストで送ってくださいっていう話をしたのに。うん、みんなワードで送ってくるっていう。ああ、なるだ。そう、テキストって。だって、結局そのみんなでレイアウトを揃えるっていうのをすごい私もちょっと課題だなと思ってて、うん、なんだろう、もうこっちで番組作るので、テキストだけくれればいいです。で、もし PDF とかで見本送ってくれたらその通りにしますって送ったんですけど、みんなワードで送ってきて今の時代あるあるですよ。そうだよねと思って、うん、まあ、普通にリブレではワードが開けるので普通にドックで開いて、うん、リブレありがとうと思いながら編集してましたそうもう最近になってレイアウトの崩れとかも激減したので、うん、あ、はい、うん、そういう意味ではちょっとまあもらっても安心かなっていう、うん、そうですね、よっぽどなんか凝った作りにしてない限りは、うん、大丈夫なのかなっていう、うん、まあでもワードでも
すごいこうレイアウトできない人がなんとかレイアウトをしようとして、スペースとタブが入り混じったおかしなやつが送られてくるときとか。いやね、まだね、そんなの序の口ですよ。表とかをね、駆使してね、表の連結を駆使してね、レイアウトしてるやつとかね。それはつらいっすって。見たい。なんかその初心者の人がなんとか自分が思った形にしたいっていうので、うん、頭の中で知ってる機能だけを組み合わせてやるから、うん、あ、なるほど、すごいこうなんかリブレで開いたらんってみたいなワードで開くと再現されるけど、うん、絶対的な使い方が間違ってるんで、リブレで開くとあれみたいな、うん、そういうのは結構、うん、ありますね。なんか、ドクのファイルを開くと、はい、なんか変なフォントとかになってるのって、あれって何なんですか？フォントがないからじゃなくって。あ、フォントがないからなのかな。うん、どうだろう、そのケースによりますよね。ああ、なるほど。なんか普段全然自分が使わないような本当に突然こう表示が変えられていて、本こうなるのかと思いながら開いたりしたんですけど、ワードについてるフォントをみんな標準で使えるもんだって思って使ってる人、あ、そっか、ワード側でもやっぱりフォントの選定は必要になりますからね。あ、はい、でそのワードのフォントの話で言うと、最近、はい、うん、2019とかオフィス365になると、うん、あのパッケージで売ってるやつとダウンロード版でフォントの種類が変わる。へえ、そうなんですか。パッケージ版は、はい、その今まで通りフルでフォントも入るのに、うん、そのダウンロード版とか365は、うん、入ってなくって、その都度ダウンロードしてくるとか、自分で入れないとダメとか。おー、で、あの、僕、学生にそのワードの使い方とか教えてて、で、テキストの方には、このフォントで、このサイズで作りましょうって書いてあるところが、先生ありませんとか、とかって聞いたら、実は、その、パッケージとダウンロード版でフォントの種類が変わってるっていうのが分かって、今年っていうか、もう超びっくりしたことでした。そんなことあるんだ。あるんです。結構危険だな。そうですね。うん。それ文字化けしちゃうからな。うん。だからフォント、みんな、ワードだからみんな同じフォント使えるって思ったら、大間違いっていう。怖い。へえ、すごい、うん。本当は悩ましいですね。そう。うん、で結局、まあ、あのそうなると揃えるのは、あのノト、ノトサンズ、ノトセリフ、CJK になる。うんうん、はい。音がどんな環境でも。そうそう。自分で入れれる環境に関しては入れれますね、ノト、うんうん。相手が入れてるかどうかちょっとわからないですけど。うん、うん、そうね。あれ、小説書く人って、あの、何だっけ、はい、幻影小堀明兆、はい、はい、はい。使う人めっちゃ多いの、なんでなんです？あれ、多分、そういうナレッジが落ちてるからだと思うんです。うん、みんな大体調べてることって同じだから、なんかこう、使うフォント何がいいですかみたいなおすすめ記事で大体出てくるんですよ。ああ。で、なるべくこう、細い、明兆体もやっぱりいろいろあるので、細いものだと文字が多めでも見やすいっていうのがやっぱりあるから、うんうん、みんなあれを選んでるんだと思います。ああ。なんていうフォントなんですか？幻影小ぶり明兆。フリーフォントです、普通の。うん、何だっけな。弦の書く明兆と何かのやつの組み合わせのやつ。はい、そうです、そうです。うん、なるほど。うん。あれ、ありがとうございます。そう、あれか、
あとは Windows で Mac、あ、Mac じゃないな、Word 使ってる人は、ユーミン調の人が多いと思います。うん、ああ、うん。ユーミン調もあの、モダンフォントなんで、すごい癖があるんですよね。うん、はい、あ、そうですね。うん、癖がある。なんていうか、なんか余白の、なんかフォント自体のグリフの余白の部分がなんかやたらでかいみたいな、そういう。うんうんうん、ああ、そうなんだ。そう。だから、何にもしなくて、数で書くと綺麗にできるけど、何かをしたい人にとっては、ものすごい邪魔っていう。うん。うん。邪魔。難しいですね。まあこれ、いや、よくあるのが横書きの、うん、行間を詰めたいって。ああ、あるある。行間、ああ、はいはいはい。そう。余白というか、行間がもう最初から入ってるから、広めに取ってあるから、数、うん、で作ると、綺麗にできるけど、うん、ここ詰めたいんやっていう時に、詰められないっていう。うん、ああ、うん、そうでしょうね。そういうことですもんね。そうそう。うん、で、ここで必要になるのが、フォントの知識をあらかじめ知ってなきゃいけないっていう。そう。そう。初見殺しですよね、結構。初見殺しですね。そう。そうなんだ。うん。で、その前の MS 明朝は、もう文字の形きっちしになってるから、うん、MS 明朝でできたのになんでこれでできひんねや。デフォルト MS 明朝にしましょうみたいになってるとか。うん、ええー、みたいな。難しいな。これそう。ケイコブリ明朝って誰か作った人がいるんですよね、個人で。ああ、そうです。はい。本当に個人の人が作っている。うん、結構、日本語の和文っていうか、和文のフリーフォントってすごいあって、うん、多分、800くらいはあるんじゃないかな。うん、でも、多分フルセットで作ってるとこはなくて、単に、なんていうか、ちょっと調整しましたっていうやつがほとんどですよね。ああ、だとは思います。そんなにそう。うん、これだって、何千書体とか作ろうと思うと、多分何年もかかるんで、一人でやると。うん、そうですね。そうそう。うん。うん。多分、漢字は何かもらってきて、ひらがな、カタカナをやってるとか、そういうのが多いのかな、もしかして。ああ、なのかな。多分そう。漢字だと、こう、四角に収まるけど、ひらがな、カタカナっていうのは、ちょっと冷たいと、幅があるから、ちょっと文字のところを調整したりとか、してあるはずという。うん。でも難しいですね。どれを選んだらいいのかって。そう、無駄にあるので、無駄にって言ったらあれですけど。あるのはいいんですけど、うん、難しいですね、この。うん。まあ、でも本当に文字書きの人は小堀、現役小堀明朝の人多いなっていうのは最近の。これ、まあ、比較的読みやすい感じですね。あ、結構読みやすいと思います、うん。縦書きに調整されてるから。あ、そういうことか。そういうことね。縦書きにしたときに綺麗ってことです。そう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 。はい、うん。そうですよね。だいたい横書きメインだもんな、うん、他のフォントって。うん。そういう意味で、まあこれ何にもしなくても、うん、そこそこ綺麗に見えるから使うっていう人が多いのかなっていう感じですね。結構なんか他にも、こう、初心者さんに向けた同人誌の作り方みたいなのを公開してる人がいるんですけど、結構。うん、そういう人たちが大体これを使っとけば間違いないって言ってるので、ああ、そうなんです。はい、なるほど、うん。設定が少なくなるから。あ、そうそうそう。なんかこう、うん、やっぱり初めての人たちが求めてるのって、なんて言うんだろうな。誰かが成功した実体験だと思うんですよ。設定とか。うんうん、誰かがやってもううまくいってるから、
その人がやってることを同じ数値用に設定したいとかだと思ってて、この人がやってるし印刷所とか使って本作ってるから間違いないっていう判断でみんなそれをやってるっていうのはあると思います。確かにそういうふうな、あの完成形が見えててそこ目指すっていうのはやりやすいですね、はい、そうそうそう、それはありますね本当に、なるほど、まあ確かにそこにこだわりがなかったらとりあえずうまくいってるやつを知りたいみたいな感じですね、真似しとくからみたいな、はい、そうそうそうそこが一番労力が少なくて間違いがない、あのなんだろう、自分でお金を出すことってやっぱ結構こうきついって言ったらあれですけど、結構悩ましい人はやっぱりいて、でお金を出して作るからには絶対に成功させたいんですよ、だから失敗しないために誰かの成功例が欲しいっていう、やっぱり数字とかをちゃんと書いてあげる方が私のツイッターとかも反応はやっぱりいいですね、まあ確かにそう悩むんですよね、その分からないとそうそう、だから時間が無駄な感じもあって、どうせ分かる、なんていうか一度やってみて、後でカスタマイズするのは簡単なんですけど、やったことないと辛いですね。そうですね。いや、で、本作る人で学生で、万のお金を出すのは、かなり厳しいから。まあ、学生じゃなくても、まあ、余裕がみんなそんなに余裕がある人ばっかりではないので万のお金を出して、自分が思ったのと違うやつができたら、やっぱりちょっと、最初ショック大きいし、あ、そうなると無難な方を選んでしまうっていうのも全然納得ですわ。まあ一冊目とかはそうなるんじゃないですかね。なんかそのちょっと失敗というか、じゃあ次こうしようも含めて楽しんでもらうのが多分同人誌作りってこう一番いい向き合い方だと思ってて。次はもっとこうしようみたいな、それそう言って考えられる人が多分ずっと続けてるんだと思います。まあでも別にずっと続けたい人ばっかりじゃないと思うんですよね。そうですそうそうそう。まあずっと続けるっていうのはやっぱ体力もいる。そうですね。そもそも相当時間使いますよ人生の。そう思いますよ。本当にいやだってずっとやってたら相当な時間じゃないですか。何百時間とか何千時間とかいっちゃうじゃないですか。だからこうなるべくこう時間をかけずにって言ったらあれですけど、自分が分かんないところをこう頑張って探求しようみたいなとこまでにはちょっと行き着くのはすごい難しいと思うんですよね。最初からはいかない気がしますね。よっぽどそういう。タイプの人いないと。だからもう少し気軽に作ってもらうとか、ハードルを下げるためには、例えばリブレを使ってほしいっていうところであれば、こうやって使えますよっていう、どんどん成功例とか実体験みたいなのを流していかなきゃいけないんだろうなと思ったりとか。一応、セオリーっていうのはあると思うので、そのセオリーをまず知らないと崩せないかなっていう。まあ、そういう意味でこう失敗なくやって成功体験を積んでもらって次で試行錯誤してねっていう方がいいですよね。だって試行錯誤を自分でやる人ってもう最初から全部やって試行錯誤するので、それは思います。あの道がなくても行く人やから、そういう人は。そう、最初から沼にはハマってくれないので大体の人は。そういう意味ではセオリーってなんだろうなっていうのをあんまり僕はあんまり知らないところですね、本とかの。まあ縦書きとかも普段めったに使わないし、
いやもう縦書きってバグ出しするために使うもんなんで。それあなただけよ。なるほど。どうせこれ縦書きバグってるよなみたいなテストしてる。面白い。いや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 、まあこの前7.0 に入れたいなと思ってテンプレ作ってたんですよ。はい、原稿用紙のやつを、テンプレート。うん、毎回こう400字詰めのやつないですかみたいなのがあるから、これ作って本体に入れればええんちゃうんかなと思って作ってたんですよ。まあ出るわ出るわ縦書きの、ちょっと大変ですよ、その、うまく回避していかないと。で、さっきテレグラムで ちらっと話したんですけど、ラルさんの話の中で、その縦書きで文字数、行数文字数指定してヘッダーフッターの話も出てたじゃないですか。あ、はいはい。で、バグで、ヘッダーフッター指定すると、行数文字数がそれを分かってなくって、ああ、そうですね。うん、そうそう。そうなしの文字数行数指定できてしまうっていうバグ。あれやっぱバグなんですよね。バグです。はい。そうそうそう。そう。いや、それを言うとやばいよねっていう話をテレグラムでひまじんさんとチラッとしました。そう。だから言わないようにしてました。うん、なるほど。そういうことだった。そうそうそう。うん。そう、いやいやいや、バグ登録します。気がついてて、バグ登録するつもりがすっかり忘れてたんで、行きます。お願いします。はい。そういうことだったんだ。直してほしい。そう。それは、ちょっと困るパターンですね。困る。うん。文字数指定したのに、実際のやつ、文字流し込むと、あれ、なんか少ないって。そう、違うんですよね。そう。やっぱり余白、ヘッダーフッターの余白次第ですけど、うん、結構デフォルトで、多分、文字数2、3文字ぐらいは違うと思う。そう。それはひどい。ひどいよ。本当にひどいよ。本当あれ。ずれすぎや。そう。いやだからそういうの、ラルさんもほんま気がついたら、はい、もうテレグラムにちらっと書いてもらうだけでもいいんで。ちょっとじゃあ書いておきます。はい、なんかバグといえば、この前、フォロワーさんにいただいて、私も買えばと思ったんですけど、はい、なんていうんだろうな、本文、てか、リブレでライターで書いてるときに、はい、なんかこう、改良したり、なんかどこへ動作するのかわかんないですけど、なんか文字が、はい、なる時があって、はい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 、なんかこう空行っていうか空白入れたりとかすると見え、はい、解消されるんですけど、はい、なんか文字が重なる瞬間があるんですよ。うわ厄介な。あでもありそう。だからそれ Mac だからそういう現象が起こりそうな気がするなっていうか。本当ですか？なんか Windows の人が言ってました、フォロワーさん。Windows でもあるある、そう。一番そういうバグが少ないのは Linux は。そうなんだ。そうなんだ。そうそうそう。で、私のパソコンがあまりにも低スペだからかなって思ってたんですけど。なんだろう。あんまりそういうの見たことがないですけど、どういうパターンなんだろう。縦書きのやつは、前は焼くものがこう、ひっついてしまうとか、なんかそういうのとか、はい、そのあと行送りのやつ、まあ、行間のやつを、なんか固定行じゃないわ、なんかにしてたら、全然重なってしまうとか、いや、あ、そうですね。とか、あった、いろいろあった、まあ、確かにあの辺ちょっと怪しい、そう。なんかちょっと再現してもらったりした画像もあるので、ちょっとテレグラムに貼っときます。
あ、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。できればそのファイルを、まあ、例えばなんか異なる複数の環境で開いたときに両方とも再現するみたいな状況だと嬉しいです。あ、そうすれば、あ、まあ、はい、自分の環境でも再現する可能性が高くなるっていうのもあって。うん。うん、多分、まあ、どんなファイルでも私なってるので、多分文字数が多いとか、ページ数が多くなると、なりやすくなるんだと思います。あ、そういうもんなんですね。あ、はい、なんか、ダミーテキストとか入れて、サンプルファイルをもし作れたら、うん、ちょっと嬉しいですけど。ああ、まあいいですよ。私の多分30万字ぐらいのやつを。それでやってもらえば一発じゃないですかね。あ、でも、そう、それ、多分その、公開できないですよね。指定対象ですか、うん、そう。ああ、そうか。なんとか再現手順。再現の。うん、まあ枚数を減らすとか、あで置き換えるとかで、なんとか再現させながら、うん、うまく。うん。ちょっとじゃあ、やっときます。はい。よさげなものはい、うん。あの、ダミーテキストジェネレーターで、ガシガシ入れてもらって。はい、うん。なかなか、すみません、なんか盛り上がって。てるなと思うんですけど、はい、とりあえず一回休憩入れて、それで、そうですね、あの2時以降メンバー変わらなかったら、はい、このまま継続っていう感じですか。はい、はい、じゃあちょっとあのカメラマイクとか、はい、こんな感じでいいんですかね。大丈夫ですか。はい、いいと思います。あんまり分かってないけど、まあ、ちょっとあの2時からメンバー変わるようだったらまたちょっと考えます。はい。はい。じゃあしばらくマイクとカメラ、はい、あ、そうですね。はい、YouTube は切らないんで、あの各自ミュートしてください。はい。はい。はい、
そういえばもう2時過ぎてました。っていうか、2時早いっていうか、休憩時間になってないような。まあまあ、4分ぐらい休憩しましたっていう。ところで、メンバー変わってないですね。メンバー変わってないですよ。本当だ。確かに、4分ぐらいではそんなに簡単に変わらない。4分で変わらない。いや、だから、2時から違う話って、広告出してたから、うん、新しい人来るんかなと思ったら、ごめんよって。そうですね、なかなか気づきにくいので、なかなか来ないですね。ツイッターの方も自動で流すようにはしてたんやけど、うん、やっぱそんなすぐには変わらないですね。うん、確かに。うん、まあ、ちょっとアリバイな感じでって、ちょっと やっとこうと思うんですけれども、資料ないです。絵を描く人とかどうですかって話をしようとしたんですけど。ああ、なるほど。なるほど。ぶっちゃけ自分のことを言いますと、リブレのドローって、細かいやつ描こうとすると破綻したりするんで、細かいやつ描くときはインクスケープ使いますし、まあ、最初からビットマップになってるやつはギンプでやったりしますとか、そんな感じなんですけど。ああ。うん。再現手順とか欲しくなりますね。ああ。まあでも、細かいやつが書けないっていうのは、うん。ドローはあくまでこう、なんやろ、ペタペタなんかを貼っていくっていうか、うん、レイアウトするぐらいのやつで。うん。うん、さすがにこう原稿っていうか、僕毎年 T シャツ屋さんになってるんですけど業者に発注するような人なんですけど、そういう原稿はインクスケープで作るかな。うんうん、私もドローではお絵描きしないな。うん、意外に描けるんですけどね、ドローでね。ただ、うん、向いてるかどうかっていうのは別なので。細かい操作、うん、うん、が難しい、うん、のか、なんか小数点の切り上げみたいな感じで、うん、なんか微妙に位置がずれたりとか、うん、それはあんまりないけどな、うん、そこまではないかな。まあ、うん、機能的に確かにちょっと足りてないのはありますけどね。うん、ドローってペンタブでお絵描きとかできますか？今やってみようかな。ああ、それできないと思う。やっぱできないんだ。はい。圧力とかそういうとか規定されてないから。あははは。うん。そっか。そうですね。まあ一応、なんていうか、切り離して、うん。うん、プロジェクトをいろいろ。やったりはでき、制御点つけたりとかいろいろできますけど、うんうんうん、ちょっと使いにくいかな。うん、なんていうか、そこまで頑張り出せたら、インクスケープに行ってもいいかなっていう。あくまでちょっとやるのが便利なので。うんうんうん。うん、でも、多分いろいろ頑張れば機能はそれなりにもあるんですね、うんうんうん、思った以上に。さっきのセミナーとかそういう話で、フォトショップなりイラストレーターの形式で入稿するとかそういう話ありましたけれども、はい、リブレとか使ってる限りどうしても RGB しか使えないじゃないですか。うんうん、そうですね。CMYK とか指定されたときにどうするかっていうか、はい、もしかしたらそういうプラグインって作ろうと思ったら作れるんかなって、ちらっと思ったりしたんですけれども、へないですかねって。そう、CMYK は、ただほとんどの印刷所必須なので、欲しい。うん。これは、
すればいいんですかね。まあ、オープンソースの界隈だと、あの横書きで済むんだったらスクリーバスに落として、うん、っていうのが竹山さんたちがよくやってる、うん、やり方です。そもそもサポートしてるやつが少ないですね、オープンソース。うん、だからシール作るときでも CMYK に落とすために1回スクリーバス経由してるって島田から聞いたことあるし。うん、まあ、スクリーバスを経由するのがいいと思うんだけど、あのスクリーバス安定して動くのって Linux だけだから。うん。うん、そうなんだ。知らなかった。うん、Linux でしか試したことがなかったんで。うん、でもそんなに安定しなかったぞっていう。まあ、単純にあのユーザーがいないから、うん、安定してないという。うん。うん。まあ、使えないわけじゃないんですけど。うん。うん。そう。多分苦労するっていう。そうそうそう。うん。ちょっと思ったように動かんなみたいな。うん。まあ CMYK の話で言うと、あの印刷所によってはちょっとお金を出せば、うんうん、RGB でも大丈夫ですよっていうのが増えてるんで最近。あ、そうなんです、ね。あ、そうそう。うん、すごい増えてきました。うん。どうやって対応してるんですかね。え、印刷屋さんが変換してるだけですよ。こうにょっと。あ、でも普通に RGB で多分大体の、なんだろう、アプリケーションが RGB 出力なので、うん、そのまま入稿してもらって、うん、RGB が出力できる印刷機を持ってるから、それでやってくれてるんだと思います。うん、RGB 出せる印刷機があるんで、うん。で、あの、まあ、大体注意書きがあって、あの同じにはなりませんっていうふうには書いてあるんやけど、うんうん、いやそらそうでしょ、同じになるわけない、うん、そうだからそういうふうなんでいろいろ注意書き付きお金ちょっとマシでできるところもあるから、うんうん、昔ほどこっちでなんか頑張らないといけないっていうのは少なくなったかなという。そうなんですね。RGB で入れても印刷所さんの内職で CMYK に変換されている、うん、そうそう、はい、いられとかで変換してると思います、うん、はいはいはい、はい、そういうことなんです、うんうん、かもうそういう風なんで Adobe のツール使ってこうゴニョッとやってくれてるのはもう分かってるからもういいかなみたいな。うん。うん。ま、ただ作る方が、あの、RGB で入れるとき、思ったよりも暗くなるっていうことをちゃんと意識しとかないと、うん、うん。うん。あの、なんかすごい絵がくすんでるっていう風にはなってしまうけど、うん、うん、確かに、うん、まああとはそうやっぱ金で解決かな。まあそれを言い出すとあまり、うん、工夫の余地がなくなってしまうんですけど、まあ、いやたまにそのリブレのやつのなんか質問のやつとかでもあったりするけど、リブレでそこまでリブレの中で頑張ってやるもんか、うん、やるものなのかっていう議論もあるので、うん、まあ、あんまりやらないと思うんだけど、うん、まあ、もちろんサポートされてたらそれは嬉しいけど、うん、うんうん、そうですね、書き出せるなら結構言えるポイントっていうか、うん、それも一つのワードと何が違うんですか、うん、で答えられるポイントになるかなと思う、うん、ただうで、うん、実装ってどうすればいいのっていう感じですね。まあ、PDF の書き出しが、うん、あの 7.0 でめちゃめちゃ強化されたから、あ、そっか、うん、はい、うん、そこにさらに、うん、あの
CMYK のやつを入れるっていう。どんだけ頑張るんですか、強い、強い。多分、他のどのエディットソフトよりもライトはめっちゃ強くなりますよ。そしたら。そうそう。もう、強、強ですよ、そうなったら。うん。そこまでできるの、多分なかなかない。うん、なんか最近はもうそもそも PC を持ってない人がすごい増えてるので、うん、あの私にいただく質問もスマホとかタブレットで同人誌作れる方法を教えてくださいみたいなのやっぱりあって、うん、今もう漫画は特に iPad で入稿してる人がすごい多いので、うんうん、あのなんだろうな結構縦書き専用スマホアプリみたいなのも出てるんですよ、うんうん、だからこう他と差別化をどうしていくかっていうのはすごい大事なとこじゃないかなっていうのは結構相談に答えながら見てます。ああ、うん、あ、リブレのやつで言うとあの、はい、コラボラオフィスが、あ、はいはい、があれ、うん、あれ縦書きの、うんうんやつを PC で作ってれば、はい、そのまま PC で縦書きできるんですよ。あ、コラボラン進化している。そう。本当やった。うん。ただ、最初から、はい、最初からあの縦書きが作れないんですよ。ああ、そこは変わってないですね。そう。あ、だから、あの、単にそういう UI を実装してないっていうことですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。そう。PC とかで縦書きのやつを、はい、縦書きの設定のカラーファイル作っといて、はいはい、それを開けば縦書きできるっていう。できるできる。だから機能としてはあるんだけど、それを触る、その、ダイアログなり何なりが、そうそう、作ってないわけ。もうちょっと、もうちょっとですよ。まあ、そう、ちょっとずつダイアログ増やしてるからやるかもしれないけど、わからないですね、そこは。結構、私も外で書いたりすることがやっぱ多いので、うん。気持ちいいな。まあ、使い方次第ですけど、うん。まあ、リプレはコラボラとかリプレのオンラインっていうのは、はい。ネクストクラウドと組み合わせて使うことが多いので、うんうん、そうすると、もうネクストクラウドのクライアント入れてしまって、ずっと同期しとけば、なるほど。あの、あんまり何も考えずに普通に手元で作って持っていける感じですけど。あ、まあまあ、そういう話で、その、ネクストクラウド使えないっていう普通の人には、あの、うん、Google ドライブにそのファイルを放り込んでおけば、はい、あの、使えますよ。あ、なるほど。Google ドライブができるのはありがたい。Google ドライブ、まあ、その、いけるのかな、うん、だから、そう。Libres Online とかの場合は、ファイル管理機能がないので、そのファイルをどうまく指定してあげないとダメっていう感じかな。うん。うん。読み込むときとかに。大学の資料を作るときに、もう普通に Libres で作って、大学の Google ドライブに置いといて、うんで、通勤途中に、Google ドライブのやつでファイル開くときに、コラボラオフィスで開くっていうのが、Android 出てくるんですよ。ああ、そうなんだ。それやると、もう、家と同じやつが使えるっていう。Android 版の話だったんですね、今。Android 版。多分でも、あの、で、あれでもいけるはず。その iPad、iOS のやつでも、うん、まあ元になってる技術は全部一緒のはずなので、うん、ああ、ちょっとやってみよう。うん。うん、ああ、今1位のところに貼りましたが、その縦書きのやつ、うん、あの、はい、デモ動画はあるので、うんうん、そうですね。なるほど、はい、あ、確かに確かに。そう。このコラボラも。この辺力入れてて、うん、日本語だいぶマシになったよみたいな話を聞いたんですけど、うん、コラボラの人から日本語っていうか CJKK、うん、ただ僕が使う感じでは、うん、
すごい表示とかは大丈夫でも、結局スマホでやる、うん、やろうと思ったら、文字入力が辛いので。うん。そう、それはもう。それはもうなんていうか、全然別の次元の話ですけど。まあまあ、だから、限界があるなっていう。うん、だからすごいと思うんですよね。スマホだけで、うん、アプリ使って、うん、原稿を作って印刷所に入稿してる人今すごい増えててすごいなって普通に思ってます、うん、それはすごいですね、うん、いや逆に、うん、音声入力とかしてるんですかね。いや違う、うん、トリックがめっちゃ早い。そうそうそう、うん、それ検証になりそうな気がするけど。なんかキーボードがなきゃ何もできないタイプの人間なので、ちょっとあすごいな先生にって。うん、いや、まあ、ほんまね、あの学生とかの中で、うん、あのスマホでレポート書いて、それのデータをパソコンでワードにペッて貼り付けて、うんうん、すごい、なんか意味わからんけど。まあ別にできたらいいけど。うん、っていうのもいてるから、うん、そうね、あの世の中は思ってる以上に変わってる。いや、そうですよ。いや、でも、うん、その人ら仕事そのノリで本当にできるのかな。大丈夫かな。いや、多分なんか学生さんとか本当になんか今職場でも大学生の人とかと喋るんですけど、うん、パソコンがそもそも使えないとか、うん、なんか Excel がどうしてもやっぱ職場って多いので、うん、MS オフィス多いから、なんか Excel で作ってるやつとか、うん、あ、なんかそれ、いられで開けますかって聞かれたりするんですよ。なんか、うん、あの、美大に通ってる子とかだから、なんか、うん、え、いられみたいになって。そう、なんかね、すごい、すごいですよ、学生さんたち。うん、そうなんだ。そう。うん、すごい、あの、すごい不意打ちを食らわされる。うん。うん、なんかジェネレーションギャップどころの話じゃないですよ、これは。うん、そう、恐ろしい。パソコンがない人にも使ってもらえるっていうのはすごい強いから、うん、ラブラ頑張ってほしい。うんうん、そう、どれぐらい良くなってんのかな。うん、ちょっと使ってみます。まあ。その辺はあの日本の顧客を増やして縦書きは必要ですっていうのを強く言うしかないかなみたいな。顧客今ゼロです。うん。ゼロなんですか。少なくてもコラボラの代理店やってるのは僕なんで、僕はまだ一件もその代、うん、取れてないので。取ろう取ろう。日本語。まあ、あの直でもし発注してたらあると思うんですけど。うん、はい。日本語欲しい。うん。で、あと UI だけ、UI だけ。そうですね。そうですねっていうのは簡単ですけど。うん、いやそうなんだよな。もうちょっとまで来てるんですけど。はい、うん、そのもうちょっとが多分大変なんですね、技術的には。うんうんうん、縦書きの表示大丈夫、入力編集大丈夫、あとは最初から作るって、そこだけ。開発の人は本当に大変だな、こういうわがままな意見が多いから。いや、多分全然人が少なすぎて手が回ってないです。そんなに、うん、その Android で例えば1人とか2人とかで、うん、iOS で1人2人みたいな、うん、でオンライン版で何人かみたいな感じで、うんうん、それでも頑張って投入してる方ですよ。だってもともとコラボラの社員開発者って十何人しかいないので、はい、ってことはもうデスクトップ版より多いわけです、下手すると。あ、そうなんだ。そのオンラインと、はい、アンドロイドと iOS を足すと。少数精すぎる。いや、じゃああれ、コラボラが、ちょっと、モバイルのやつにシフトしていくぜっていう、方針っていうのは、こう、
今の話聞いて分かると思うけど、全然間違ってなかったんよ、うん、むしろ正しいっていう。いや、そう、みんな分かってて、うん、そっちに行くべきだって分かってるんだけど、いかんせん人手がそんなにいないので、うん、一生懸命コラボラとしてはかけてるんだけどみたいな。そこだけはちょっとね、すぐにはできひんからね。ちょっと時間かかってるっていう。うん、あ、そう、さっきその iPad で、漫画家さんがやってはるとかって言ってたじゃないですか。はい、はい、うん。どこまでやるんですか？どこまでっていうか、完全原稿なんですか？あ、完全原稿です。はあ。多分 iPad だったら、うん、メリバーンペイントとかわかりますかね？うん、ああ、ああ、ああ。するようなやつがあって、あれも PSD も全部書き出せるんですよ。はい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 。だから、本当に無料で気軽にやりたいっていう人だったら、うん、特に学生さんとか、今、うん、本当に2000年の子とかは iPad があればメリバーンペイントがあるので、うん、そう、それで書いて、もう印刷所に入稿して漫画の同人誌ができちゃうみたいなのがあって、うん、あとは有料が欲しければクリスターとか iPad 版が出てたりするので、うん、もう完全原稿で入稿してます。Apple Pencil、うん、結構できんから。そう、はい。うん、だから、その iPad だけで原稿入稿しましたっていう記事がすごい、ここ1年の間にめちゃめちゃ流行って、そのためにパソコン買うんだったら、もう iPad と iPad Pencil 買いますって人がめっちゃ増えました。でもわかるわ、あの液タブとパソコン買うよりか全然安いし。あ、全然安いです。うん、あ、まあ確かに安いっちゃ安い。そう、うん、パソコン。やれることは限られたとしても。そう。いや、そんなに限られてないよ、iPad のやつは。iPad、うん、はめっちゃできますね。うん、あ、なんかパソコン使う用途がそもそもない人たちはもう iPad で全然十分なので。うん、うん、もう iPad そのものが板タブになってますね。うん。うわぁ。もう時代がすごいですよ。うん、結構なんかパソコンだけのノウハウを発信し続けるのはだいぶきついなと思う。うん。まあ、まあ話振ったのは、うん、自分もそれ実感してるからなんですけどね。まあ、そうですよね。うん、学生からも、うん、みたいな。まあでも逆にまだそんな段階なんだっていう感じもあって。あ、本当ですか？うん、そうなんだ。うん、いや、キーボードとかってもうはる、うん、か昔になくなると思ってたんですけど、まだなくならないぐらいのしぶといっていう。まあまあそうですね。いや、そこでまあ、うん、学生って言ってるけど、まあ結局文字打つときに、うん、普遍的に速いのはキーボードっていうのが。そうなんですね。だから音声とかで認識が強化されればそっちの方が速いと思うんですけど。いや、音声入力は喋り続けるのって結構大変。まあ、うん、ですね。まあ、速度は速いですよ。うん、速い。精度が悪いから、結局キーボードが早いだけであって、うん、でそれと音声入力に関して言うと、うん、人間がこう喋るときって意外と意識が散ってて、うん、文にするとなんか脈絡もなく、あれ、こんなことこの話題話してないのに出てきてなんでみたいな風になってるから、うん、あ、それは書き直しとか書き足しは意外と出ている、うん、それ人によるんですけど、めっちゃ頭いい人は喋った通りで文章になってる人っているんですけど、うん、すごい、うん、でも少数派だと思う。うん、そう。だからこの論理的に思考できて喋れる人っていうのはやっぱ訓練が必要。うん、まあそうですね。うん、そう、確かエクセルを作ったチャールズ・シモニーがそう、インタビューがそんな感じだったみたいに、うん、なんかもう喋、ってることはそのまま本になるぐらいのレベルの理路整然と喋るみたいな、うん、すごい。
違ったかな、なんかで読みました、本で、うん。ちょっと違う人だったかもしれないけど。いや、あでもほんま、中にはそういう人もいる。縦板に水みたいに、こう、うん、すっごいスラーっと喋れる人いるけど、うん、まあ、そう、世の中、喋り自体がそんなに流暢かどうかわかんないんですけど、うん、まあ、喋ってる内容と書いてる内容は基本変わんないみたいな。うん、すごいな。いや難しい。そこはなかなかまだいかない。そういや、その、ちょっと、パソコンの話でちょっと思い出したのが、最近、まあ、ナロー系とか、書く読むとか、はい、あっちの小説の人って、本はどうなんですかね。あれ、縦書きじゃないですよね。うん、横書き、横書き。横書き。うん。で全然エディターも使わ、エディターっていうか、まあ、ソフトっていうか、使わずに、ブラウザやし。まあ、ブラウザで書いてたら辛いでしょうけどね。でも、そういう勢力もあるわけや、文字書きの人の中では。あれ、手元でどう書いてるんですかね、あの人たちは。これはでも、普通に、なんだろう、もう、投稿サイトとかの、なんていうの、テキスト書くためにボン書いてるだけかと思ってましたけど。うん、いや、そう、そうなんですよ。だから、こう、紙を作る人って縦書きにすごい思い入れあるじゃないですか。はい、はい。でも、ああいう人って、別に縦でも横でもいいや、みたいな感じで、最初はそのパソコンの横書きのやつやのに、作家デビューしました、本になりましたって言ったら縦書きになってるわけよ。なってる。あの人たちやっぱ最後は縦書きになるんですよね。うん。いや、それは最後縦書きになるかどうかは分からなくて、今のとこはそうっていうだけか。なんか昔、携帯小説とかだと横書きのまま書籍化してたのがあって思い出して。うん、あれじゃないんだって今思い出した話聞いてて、なんか理系ビジネスとかその辺でやってる小田島さんっているじゃないですか、うんはいはいはい、あの人横書きだと面白いんだけど縦書きになったら とつまらなくなるんですよなんでそうそうなんか書籍化した本見るとなんかつまらんなって面白いのに面白い。いや、そもそもネタが時事でなだから、うん、その旬を過ぎるとつまらんとか、そういうのないですか。まあ、そういうことかもしれないけど、うん、でも、なんかこの人の本買うのは損だなっていうのが。そうなんだ。知れば十分みたいな。しんどい。まあ、なんていうか、基本ひねりで勝負する人なので、なんていうか、うん、ちょっと、それが縦書きか横書きかで影響するのかな どうなんだろうなんか改めて書こうと思うと、かしこまってしまうのでは。どうなの、でもまあ縦書きの本と横書きの本は読み方が若干違うので、うん、実は書き方も少し変えた方がいいのかもしれないですけど。うん、あ、それはそうですね、うん。文章もちょっと変わるかもしれないと思うんですけど。うん、なんていうか、縦書きのこのリズム感ってあるじゃないですか、縦書きって、うんうん、横書きはあまりそういうのがないんですけど、うん、そう、なんか縦書きの時はちょっとフォーマルな感じっていうイメージはありますよ、うんうん、そうなんだ。なんかこれは縦書きだとなんか リズムなイメージですけどね、こうガンガン読む。あ、縦書きの方がやっぱり早く読めるんで。そっか、読む方と僕のイメージとしたら、うん、書く方のイメージで、うん、縦書きで書く時っていうのはもうなんかすごい硬いやつを書くとか、うん、何、最近もうほんまに書くことなくなったけど、手紙、縦書きの。ああ、うん、イメージ。そういうイメージ。は、むしろフォーマルなやつは横書きってイメージがあって、論文ってみんな横じゃないですか。あの、うん、よほど文系のやつ以外は。うん。なので、フォーマルによればよるほど横書きっていうイメージだったんですけど。うん。
いや、でも、何トラディショナルなやつは、伝統的なやつは。トラディショナルなやつは、まあ、小説ぐらいしか読まないんです。縦書きのトラディショナル。背景から始まって、あと時効の挨拶から始まって、こう、縦でこう、書いていくっていう。いや、そうだけど、そんなのもうもらうことも書くこともないし。なんか、結構、そういう辺の感覚って、自分がどういう、うん、あのものを読んでるかにすごいよるような気がしますね。全然今話聞いててもイメージが違うというか、うん、なんかこうその人それぞれの本って壊るべきものとか、うん、ウェブ小説って壊るべきものみたいなのって普段どんなものを読んでるかにすごいよりきれいな気がしていて、うん、結構あるんですよ、学級会みたいなやつ。お小説ってこんな書き方ありえないみたいなとか、うん、なんか、うん、別に自由でいいじゃんってすごい思うんですけど、うん、多分なんかいろんな作家さんのそれって色だから、うん、結局なんかあれ紙のフォーマットに何か縛られちゃうんだろうなっていうのがあって、はい、まあ、まあ縦書きだったら昔からある巻物みたいな感じで、うん、なんかずーっと頭からあの最後まで通して読めるみたいなっていうか、うん、まあそんなことを言っちゃなんだけども、あのリブレってあのライターだと最大6メートルまでいけるんですよ。そうなんだ。そうなの。6メートル、6メーター。すごい、巻物作ってみたい。ほんまに巻物が作れる。すごいですね。実はちょっとあの前回の名古屋で同じことを話したんですよ。うんうん、ライターってあの縦書き、用紙の長さ6メートル書けるんで、簡単なメモっていうかシナリオ作るんで、あの小説の一章分ぐらいならできるかなみたいな話をして、できると思うけどすごいな、それは、うん、なんかすごい想定が面白いものができそうだから、うん、作ってみたいな。印刷屋さんにどうみたいな。多分でもポスター扱いでしょうね、もう。6メートルってポスターですらないぞみたいな、オーダーマックみたいな、うん、そう、多分もうなんか特注で作ってもらう、なんか、うん、私先輩が巻物の漫画作ってて、はあ、あのそれをできる印刷所を探すのが大変だったって言ってましたよ。すごい。巻物のやつ、はい、一面のすごい長い、うん、もうポスなんかこうロングポスターみたいなのってあるじゃないですか。はい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 、そう、長いやつあれ、はいはい、で、あのサイズで多分特別に裁断してもらってすって、はい、自分でイベント会場ですごい巻いてました。巻いて紐で巻いて。すごい。そうか、確かに今試したら6メーター×6メーターができるんですね。おお。楽しい。ちょっとやろう。いやー、巻物も作れるリブレオス。本当に。やばい。巻物は作りたい。楽しい。いやー。どっかのネタにつかみで使えそうやけど。いや、本当ですね。うん、俺は、すごいな。誰かやってほしいみたいな。本当に。いや、巻物で作るんやったら、すごいこう、壮大なこう物語じゃないと。ね、なんか、こういう世界観の話作るのダメですね。うん、いやー。あ、でもなんかそういう風な面白想定じゃないけど、うんうんうん、うん、なんかラルさんめっちゃ凝ってはるみたいじゃないですか、なんか本のやつこんなん作りましたっていうやつ見たら。そう、なんかちょっと特殊なやつが好きなので、うん、すごいいろんなことをやります。多分なんか一番すごい見られてるのが、うん、今日出した原稿のなんか周りがちょっとミント色みたいなやつ。あれ、あのスタイル作ってやったんですか？あれ実はもうスタイルを作る時間が全然なくて、あれ泣きながら作ったんですけど、もうなんかあのテキストエリアみたいなので頑張りました。なるほど。文字を入れずにあの色がつけられるので、色をつけるのをひたすらコピペして、うん、構成やりながら貼り付けて、ああ、どうにかした。いや、あれスタイルでやったらいい、そう、いいのにっていう、はい、うん。
そう、本当に思います。うん。いやーもうスタイルで飛び道具みたいなやつをテストではいっぱい試してるので、うん、なんかその辺の野方さんのナレッジめちゃめちゃ欲しい。もうめっちゃまとめたいんですよそれを、欲しい、うん、それでなんかリブレの研究をしながら想定を面白いの作りたい、うん、いやー結構凝ってますね、うん、これは確かに、うん、そうリブレのやつをやるときって、まあ、段落スタイルがあって、文字スタイルがあって、ページスタイルがあって、結局、インデザインとかあの辺でやる DTP と一緒なんですよ、やり方としては。なんで、あれにみんながこう移行してくれたら、すごい、めっちゃ凝った紙面作れるのに。ああ、そう。そう思います、本当に。そう。でもね、本当に、うん、スタイルの半分をまたやってほしいなと思って、私も普通に受けたいので。あ、やります。ぜひぜひ。もうなんかいろいろ書かれてるんで、僕、ね、ちょっと破綻してるんですけど。確かに。最近なんか手を広げ、ね、範囲がだんだん広がってきてて、うん。野方さんの。翻訳のやつやって、翻訳のガイドライン書いたりとか。なんかそんなんとかやったりとか、はい、まあと他にゴニョゴニョいろんなことやってるんで、そこで広げすぎっていう。まあでもスタイルは、ちょっと前やったやつの資料はありますよね。うんうんうん、資料はある。あ、うん、資料をもう一回ちょっと開いてもらって、うん。でもあれちょっと控えめやから。控えめ。はい。そう、2時間ぐらいに。十分だと思う。使い方として学ぶには十分な気がする。うん、で、あと文字スタイルも入ってないから、あれは。ああ、そういや、入れてないかな。うん。文字スタイル、でも一緒でしょ、結局は。まあ、まあ一緒なんやけど。考え方自体は。うん。その、なんかここ強調するとか、ルビ振りたいとかっていう時に文字スタイルを作って、あれで、やると楽。昔水やりスタイルっていう名前やったけど、今名前変えて、何だっけな、忘れたけど、うん、昔は水やりモードだったんですよ。水やりモードか。今見たらスタイル塗りつぶしモードっていう長いやつになってる。あれ誰が書いたんだっけな、僕書いたつもりないんやけど。あれ いつの間にって感じですね。僕、いまだに水やりって呼んでましたもん。うん、というか、ちょっといけてないけど、まあ、そういうふうな、なんか、ここだけルビ振りたいっていうときに、わざわざ書式を変更するんじゃなくって、はいはい、これルビのやつを作っておいてやるとか、いうふうな形で、手を抜くことがすごいできるんですよ。ね、そうですよね。うん。そう。まあ、確かに Ruby を使うんだったら、うん、文字スタイル使った方がいいな。うん。そういうふうなのとか、なんかこう、いろいろあるんだけど、うん、まとめきれないっていう。多分、そこまで使いこなさない人は段落スタイルとページスタイルが分かれば、うん、うん、十分だと思います。ひとまず使えるので、うん、うん、そう、超タイトルとかつけたときに、多分上、うん、原稿の上の柱のところに書いたりすると思うんですけど、はい、あの辺なんかこう一回一回書き直したりするのめちゃめちゃ大変だから、うんうん、スタイル使いこなしてくれれば、うん、めっちゃ楽なのになってすごい思ったりするので、うん、スタイルをもっと広めたい。うん、いや本当に、はい、うん、まあスタイルなんでみんな使わへんかっていうと、うん、ワードのせいなんですよ。あれワードのスタイルが死ぬほど使えないんで。そうなんだ。うん、編集画面にスタイルってこう出てるのに、はい、スタイルの書式を定義しようと思ったら、うんうん、もうめっちゃくちゃ階層が深くなって、たどって、あ、ここにあったみたいな。あ、はい、うん、
で、リブレだとサイドバーのところに出て、で、右クリックしたら、もう全部一つの、ダイアログの中で書式が設定できるから、それで設定して終わりっていう、うん、あの手軽さ。うん。うん、確かに。うん。そうなんだ。ワードにも一緒スタイルの考え方はあるんだ。そもそも。うん。一応あるんですよね。大学のやつで教えてるから、レポート。あ、はい。はい。長文になるんで、見出しをつけましょう。で、見出しはスタイルにしましょうっていうのを一応教えるんですけど、はい。みんなわからんまま終わるっていう。なんかそう、そこまで多分使いこなせる人がいないでしょうね。そう。そこが設定されてると、うん、リブレスに読み込んだときにトラブルになりにくかったりするんですけど。そうそう。はいはい。うん。教えてほしい。ねえ、そう。なかなか、そうか、そこは難しいのか。そう。うん、なんか、解放とか言われた時点で、多分嫌がる人、すごいいっぱいいる。あ、そう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 。まあ、そういう考えが前提にないので、なんか、普通に Linux とかいじってれば、あと、コマンド叩ける人ってそんなにいないので、そういう。うんことをやったことがある人は全然普通のことなんですけど、うん、なんかもう自分の生活に馴染みがないワードが出てきた時点ではてなもういいですってなっちゃうから、うん、確かに説明が難しいんですよね、うん、難しいですね。概念は最初に理解するのが難しい、うんうん、で結局そういうのって、うん、その人が慣れてるソフト対その人が慣れてるソフトの対決なんで、うん、どっちもこう譲れないんですよね。うん、そうですね、うん。どっちかが折れないといけないんで。うん。うん、いやまあでもちょっとスタイルの話のやつは本当にちょっと。どっかでやります。うん、ぜひお願いします。というか、ほんまにこう東京とか呼ばれたら行くつもり、行く気満々だったんですそう、そうなんですよね。うん、勉強が本当にできない状況なので、うん、めっちゃ悲しい。そう。悲しいなと思ったことあった。そう。まあ、でも、こういうのがあるから、うんうんうん、こういうのでちょっとやる。方向で何か考えます。オンラインワークショップでもやりますか。そうそう。オンラインワークショップやりたいですね。うん。なんか現地にでやるハンズオンってすごい難しいんですよ。絶対。パソコン持ってきてねとかになっちゃうので。うん、だからオンラインってある意味ハンズオンにはすごい適してると思ってて。うんうん。だから今のこのタイミングだからこそぜひオンラインハンズオンは欲しいです。うんあ、わかりました。うん、いや、ラルさんが今日出してたやつのとか、はい、やっぱり画面があったら見やすいなと思って見てたんです。ああ、はい。うん、うん、よかった。うん。まあ、そういうのを見て、うん、あ、ちょっと、まあ、授業ではやってたんですけど、はい。人のやつをこう、改めて見るっていうのはあんまりなかったんで、うん、うん、うん。うん。いやこれ分かりやすいなって聞きながら思ってました、うんうん、なんかやっぱ一緒にやってる画面っていいんだろうなっていうのは私も勉強会してて思って、うんうんうん、実際にスライド出したりとかじゃあ一緒に今やってみましょうっていうのってすごいこう、うんその今まで自分が重い腰で上げてなかったものをすごく刺激されるっていうのを意見で聞いたのでうん、こうやって一緒にやってみるのはいいでしょうね、うん、結構オンラインの方がやりやすいですねそういうやつも、うんうんうん、そう思いますでちょっと思ったのがそのオンラインでやるとき、うん、分かりませんっていう人にちょっと画面共有してもらえますかって、うん、みんなでちょっと見ましょうっていうのができるとか、うんうん、そうですね、うんそれもいいかもしれないいいですね、うんうんうん
結局オンラインの特徴って一つの画面をみんなで見るみたいなパターンがやりやすくて、オフラインでそれってめんどくさいんですよね、逆に。そうで、オフラインでやるときは、まあ、わからんって言ったら、自分が行ってその場で教えて、その人は、わかる。でも、他の人はそれを見てないので、また説明しなきゃいけないって。そう。っていう手間が省けるかなっていうのはありますね、オンラインだと。みんな見てるので。じゃあもうここで言ってしまったから、はい、やっぱなんか考えますっていうか、なるさんちょっとネタくださいよ。こんなやつ聞きたいですとかみたいな。はい、ああ、はいはいはい、わかりました。ちょっとじゃあ、まずスタイルはぜひお願いしたいので、なんかもうちょっといろいろ考えます。はい。そう。なんかね、原稿作り結構難しいっていうか、さっきの Ruby の話とかありましたけど、私 Ruby を振った原稿作りが未だに下手くそっていうか、すごいできなくて。いや、そもそも Ruby は結構バキじゃないですか。そうそうなんですよ。でも結構 Ruby 振りたい人多いんですよ。ナロー系とかやっぱりあるから、なんて言うんだろう。そう、うん。いや、振りたいのはわかるし、機能はあるんだけど、ちょっと動きがおかしかったりする。で、多分あと、フォントの相性とかも多分あって、なんか、いまだにできないから。だから今日なんかもし Ruby の振り方を教えてとか言ったらどうしようと思って、なんか触れてたんですよ。テレグラムの方で、ちょっとあの Ruby の挙動について書いたんですけど、はい。俺、このまんまでいるのもな。そう、Ruby 結構難関なんですよね。Ruby と、となんだろう、なんか3点リーダーの位置直しとか。はい。あれね、結構しんどいですよね。焼物のやつは毎回こうなんかトラブルが出てくるっていうか、治ったと思ったら、あ、まだ出たみたいなとか。結構厄介なんですよね、あれ。そうですよね、そう。それは理解しています。あとあれや、アスクで出てた、アスクリブレオフィスで出てた、あのダーシー、ダーシーが繋がらないっていう話。あれちょっと、まあ、自分も見てたんですけど、まあ、なあのよく分からなかったんで放置し気味で、確かに つながらないっていう意味があんまり分かってないですけど、あの隙間があって、むしろつながらないのが普通じゃないのって思ってるせいで、つながるときに当たるのってそっちで、そういう考えちゃうんで。なるほどね、理解します。それつなげたかったら点線とかにすればいいんじゃねとか、そういう意味で。違うんよ、ダーシと3点リーダーちゃうねん、使い方が。そう。そもそも3点リーダーとダーシって2個続けるのが、まあ、お約束みたいな、なんかこう、ルールがあって。で、ダーシが、こう、なんて言えばいいんですか、野方さん。ダーシ、この、あの、アスクに出たのと、この前、あの、なんかそういうやつが、そういう記事を見かけて、出してもらったんですね。私この前めっちゃ困りました。なんか多分挿入で特殊文字の挿入みたいにするして出しを呼び出すとつながるように見えるんですよ。そうよくよく拡大していくとつながってはいないのを理解していて、まあ、そもそもユニコード上どっちのやつを当ててるかっていう話と、そうですね、見たいです、見たいです。あとは PDF に出力した時の結果とか、そういうのがあれば分かるんですけど、少なくとも今の段階で、ちょっと調査ができるほど、はっきり自分の中で分かってるわけではないです。ああ、ちょっとじゃあ、私が出します。では。その辺が分かるようになれば、できるかどうかは別として調べ始めることができるんですけど、はっきり、そこがはっきりしないんで、調べることができなくて、回答にすらいかないという状況になってます。なるほど。あれは。あとなんかフォントがおかしいっていう場合もあるからな。そう。フォントにもよりきりですよ、絶対。それは。
まあ、フォントがちゃんとルールを守ってないことがあって、うんうん、そうですね、そうそうそう、それはあります、うん、それはフォントメーカーにバグ報告するしかないんじゃないかっていう、うん、いやでもその切り分けは普通の人できない、うん、できない、うん、うん、しかもなんかこの前はダーシーがつながらんなって話をちょっと友人としていて、うん、私の環境で PDF 書き出ししたものを見たらつながっているように見えるんですけど、うん、あの、うん、個人の環境で Windows で見てもらったらつながってないように見えるって言われて、ほーんってなりながら、うん、でも最終的にはどうせ印刷所のインク出力のとこでその空いてる部分は潰れるからいいって判断して入庫しました。うん、そうそう、なんか、うん、結構ね、うん、難しい、難しいな、はい、うん、難しいんだけど、こうビジュアルの見た目が重要なんで、うん、そういうのね、そうなんですよね、うん、多分あんまりワードってその辺考えずになってほしい挙動になってるんだと思うんですよ、うん、例えばダーシー2つ入力したらもうすでに繋がってる見えるとか、うん、本当かどうかは知らないけど、うん、そういう見た目になっちゃうんですよ、うん、あ、なるけどあれが気持ち悪いんですよ、うん、いや、そうじゃないんだよ、自分もそうですね、あの、エンドユーザーが、あれ、その、オプトインするな分には別に文句は言わないんだけど、最初の段階から、なんか、オートコレクトっぽく反応されるのはすごく、なんか、嫌な印象がある。ワードは嫌で、もっと言うと、1太郎がもっと嫌なんですよ。勝手に繋がったりするから。もう、あれは気持ち悪くて、大嫌いですよ。めっちゃ面白い、この話。まあ、仮に自動にするにしても、自動にしますよっていうメッセージ出してくれっていう。ああ。だから、それに気づければいいんだけど、勝手にやらないでって。ああ、確かに、ない。何が起こってるか不安になるから。うん。自分の、なんていうか、コントロールしたいことと違う動きをされると、すごいストレスなんですよね。その、うん、気を利かしてくれてるつもりのやつが。うん。だからもうそこら辺はもう全部オフにする作業から、あ、自分は始めます、何が起きてるのかを把握できる状況にすること、うんうん、確かに、まあオプションで外せるんだったらまだ分かればできますけど、ね、うん、まあまあ、あのリブレも最初からオンなんですけどね。そうなんだ、そうなんです。だからあの2分の1って書こうと思って1スラッシュ2って書いてエンター押すとちっちゃい、ちっちゃくなるとか。あれ、ムカつくから、だいたいいつも最初にインストールしたら外すじゃないですか。うん、外します。はい、うん。もう大量にもうそこら辺のオプションは、外します。外しますよね、うん。うん。で、そのリブレの話をちょっとすると、その、日本人が欲しい最初の初期の設定と、その、外国、まあヨーロッパで欲しい、ヨーロッパ、アメリカで欲しい初期の設定って違うやんっていう話を前、あの、リブレオフィスのアジアカンファレンスの時に、ちらっとだけしたけど、あの、あんまりこうピント来てなかったから、なんかもうちょっとこう押していかななっていう。うん。いや、別に反対する人はいないと思うんですけど。あ、いや、反対されたとかそういうのじゃなくて、ピンときてないっていう。必要性とか。うん。それのどこが重要なのみたいな。そう。いや、まあ、あった方が、そうであった方が嬉しいんだけど、うん、あの場にいる人って大体慣れてる人だから、自分で回避しちゃってるんだよね、うん、みたいな。うん。そう。ところその辺の自動でその切り分けができるときにもやっぱり、他と違っていますよっていうことがちゃんと、うん、あらかじめ報告受けてないと、うん、自分としては辛い。あ、うん、これが標準でしょっていうのがあらかじめ入ってて、うん、いるっていうのは自分的にはあんまり好きじゃない。うん、うん、確かにその、うんうん、オンにするよって言ってくれと。あ、こういう機能があるよって言ってくれと。うん。うん、そう、そういうの欲しいな、確かに。うん。そういう意味では、オートコレクトはうざいだけです。うんうんうん、まあ、だから、ちょっと、
その昔あった日本語改善拡張機能をもう本体に持っていきたいっていうか、に入るかな。まあ、同じそのまんまじゃなくって、多分ばらさないと無理で、テンプレートは本体に入れられるけど、設定のやつに関しては拡張機能で、その言語パックみたいな形になるかなっていう。一番楽なのがそれじゃないですかね。本体に入れようと思うと、どういう条件の時にどういう動作をしたらいいかっていうふうにややこしくなるから、もう日本語で使う人はこれインストールすればその設定になりますよっていうふうなのがいいかなっていう、まあロケールを日本語にしたらそれになるっていうやり方はなくはないですけど、本体に入れるとしたら、まあその辺、あ、そうそう、そういう風なんで、ラルさんも何かこうあったら、意見があったら言ってください。こうなってたら嬉しいとか。なるほど。はい。でも日本語拡張とかがどうなってたかっていうのが、もう忘れてしまったんですけどね。今もうちょろちょろ解析してる。あれを作った鎌滝さんが、全然もうアクティブじゃなくなって、長いので。設定は XML で書き出しができるので、それで上書きすれば OK。で、最初からオートコレクトオフにするとか、いうのができる。なるほど。で、書式に関しては、テンプレートを作るしかなくって、で、それは日本語用のテンプレートを本体に打ち込めばいいのかなっていう。日本語用テンプレートを入れる手はあるかな。ただそう、最初、左揃えになってるやつを、もう、両端揃えになってるテンプレートを作って入れる。なんで、こう、縦書きの時、こうなってたら嬉しいっていう設定があったら、ほんま教えてください。わかりました。その辺の情報を集めて、どっかに一元化しとかないと、だんだん分かんなくなってしまいます、そう、ね。ウィキとかに書くのがいいのかな。まあ、差し当たりウィキでいいんじゃないですかね。まあ、テレグラムとかで書いてくれたやつを、追記していくみたいな形になるかな。ちょっとなんか、こんな感じのこと、そもそも私が多分分かってないところもすごいあると思うので、こんな感じのことできますかっていう感じでちょっと投げようかなと。ありがとうございます。で、まあ、あとちょろっと考えてるのは、ツイッターのハッシュタグで集めるのもいいかなっていう。それがいいなと思います。なんかこう、多分気軽に相談してくださいとか質問してくださいに対してできない人ってやっぱすごい多いと思うんで、なんかちょっとつぶやいとくぐらいで、このハッシュタグで、ぜひ、みたいな感じできるといいのかなと。ただ気軽だと困るんですけど、ちゃんと調べて言ってくれないと。いやいや、何おっしゃりたいことは分かりますよ。それのやつは、ハッシュタグのやつは、解決はしませんっていう前提で出すんですよ。それ大事です。そう。そもそもなんか、どんなことが分からないのかな、ユーザーはっていう目線の多分コメントがすごい必要だなと思ってて。種を集めるためなんで、もう解決はしませんけど、なんかあったら参考にするかもしれませんっていう。基本的に自分が回答するときもそのスタンスで考えてます。解決できるっていう保証はできませんけど、頑張ります。気が向けたっていう。なんか誰かが分からないっていう話は、それをこう周知できてないんだなっていう考えも多分必要だと思うので、じゃあそういう疑問をなくすためにこう、ナレッジも少しどこかにまとめようとかがあってもいいんだと思いますし、ただ声を、ね、どんな声があるのかをまず知るところは大事だと思います。ツイッターの
リブレオフィスのやつ検索しようと思って、検索窓にリブレオフィスって入れたら、あの候補でエゴサって出てきて、いや確かにめっちゃしてるけど、めっちゃしてるけど、そんな言われるぐらい、これは相当なんか言われてんのかな、エゴサしてるって。面白い。うん。だったらそのハッシュタグ作って、うんうん、やっぱり言ってもらった方がいいかなっていう、うんうん、しかもこう全員で多分このハッシュタグでつぶやかれてるって分かればみんなで見やすいじゃないですか、うん、意見を、うん、そうそう、エゴサびっくりした、もうなんかリブレオフィスって普通に入れたら候補で後ろにエゴサって出てきて、多分今も出てくるはず、うん、でもすごい、あの野方さんの作的能力がめちゃめちゃすごいと思う。あ、聞いてる、よかった。うん、まあなんか確かにスラドの日記で、うん、日記なのか、なんかタレコミに書いてる人もいるけど、うん、もうだからもうそこまでしてちょっと嫌がられるんやったら、ちょっとそういう風なんでハッシュタグの方に切り替えようかなっていう、うん、うん、そうね、そうですね。うん、それとあの質問箱の2つで、うん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 、うん、なんかこういう意見とか出てきてハテナになってた。そうだったかな。こういうのもうちょっと具体的に書いてほしいんですよね。理解できないから。うん。ただそのリブレオフィスって今その自動更新が当たる形にはなってない。あ、多分ダウンロードへのリンクは表示されるようにはなってるけど、多分自動更新はされないんじゃないですか。あ、何ですか今。あ、あのごめんなさい、あの。自分の方じゃなくて、あの、うん、コメントの方で、ラルさんが、あの、降りた、ツイッターの、やつを、コメントに出してきました。なんか今、リブレオフィスで調べたら、すごい出てきちゃったから。その上のは、まあ、俺が、あの、見かけたコメントです。自動更新はオンになってたかな、どうだったっけ。あれ？でも、自動更新、復活してなかったっけ？なんか、うん、私少なくともサブのアップデートはしてないんじゃないか、サブじゃない、自動更新と言いつつ調べには行くし、新しいのが出てますよとは言うかもしれないですけど、サブにはな、サブはまだなってなかった。サブはね、やってないですと思うんですよ。はい、あれは多分2つ理由があって、1つは大変っていうことと、うん、もう1つは、うん、あのエコーシステムを破壊しないっていう、うん、つまりコラボなのに CIB の、うん、LTS のビジネスを潰さないっていうこともあるので、うん、あえて出してないと思ってますっていう、うん、あれでもなんか Linux 版のやつ、なんか GIF みたいなやつがあって、うん、あ、だから分かんないんですけど、その個人レベルで出してる人はいるかもしれないし、やろうとしてた人はいた、コミュニティの中でも、うん、けど、なんていうか、じゃあ TDF が例えばお金かけてまでやるかとか、そういうことにはならないっていう。うん。うん。と思ってますっていう、現状は。うん。なので、その、ユーザーから見ると結構大変だと思うんですよね。Windows ユーザーとかは、こう、バージョンアップするのいちいち落としてこないといけない。うん。でなので一応チェックだけできますよっていう、こう妥協の産物みたいな状態に今なってるのかなっていう。なるほど。あ、でもあのそれやったらあれやね、あのあれのやつ、あの VLC のやつみたいにダウンロードしてきてインストーラーが、うん、勝手に起動する方がいいんちゃうのみたいな。うん、うん、今だからそのダウンロードまででインストーラーは起動しない、うん、そう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 、うん、うん、
VLC も似たような感じなんやけど、あの、チェックしてダウンロードしてきて、アップグレードしますか、はい、いいえ、あ、インストールしますか、はい、いいえっていうのが出てきて、うん、で、はいってやると、そのままインストーラーが立ち上がるっていう。うんうんうん、まあ、それ要望書けばいいのか。それはまあ可能かもしれないけど、どうだろう。間違っておっしゃった人が更新が走るとギャーになるかもしれない。まあでもダイアログは出るからね。うん。うん。そもそも自動更新私あんまり推奨しない方だからよくわからないから。うん。自動更新するとね。はい。あとリブレの場合は、あの、はい、バグがあるからバージョンを止めたいっていう。ああ、まあまあでもそれは何でもですよね。どんなサービスも同じことだと思いますよ。うんだから、なんか Windows アップデートだって、ちゃんと検証された記事を読んでからするとか、企業で実際にあることだと思いますし。うん、でも昔はそうだったんですけど、今はもう上げちゃうとこ多いですね。あ、そうなんですか、うん、というのは、脆弱性って結構ゼロデーを使われることが多くて、ゼロデーなんだ、はい。ゼロデーでなくても、もう Windows アップデートが上がって、できたらもう脆弱性の情報全部知れ渡ってしまうので、あ、なるほど、はい、そんなにあと1ヶ月待ってるとかやったらやられてしまうとか、なるほど、ね、そういう感じになってるので、はい、もう上げるとこが増えてるとは思います。怪しい。トレードオフなんですけど、あのですね、3時になりました。最初に司会をしてた近藤さんが、あの、別のやつに出るので、抜けますっていうのを、誰も閉める人が。近藤さんなんか、何も言わずに抜けちゃった。もう、ちゃんと。あの、チャットには書いてる、チャットには。あ、本当だ。了解。了解。書いてるから。よかったねと思いました。うん、あれじゃあ、ちょっと、それそろそろ締めに入りましょうか。はい、あ、でも近藤さんまだいた。あ、いた？うん。ああ。じゃあ、まあ、とりあえずはあれですね、こう、いや、まあ、本当にこう、ラルさんの話、すごい良かったんで、うん、これからも、ちょっと、来てもらいたいし、逆に、あの、はい、行きたいので。ああ、ぜひ、ぜひお願いします。なんか、やっていけたら。私も助かります。そういうなんでこう、はい、今日話して分かったのがこう、はい、あまりにもこうエンジニアの人は分かってないという世の中いやいや多分観点が違うと思うんですよ、うん、そこってね。そう、うん、だからやっぱみんなにカルチャーギャップというかを受けてほしいので、はい、うん、あ、まあまあ純粋にユーザーの視点を聞けるのは、うん、まあいい機会かもしれないですね。うん、はい。またぜひ、うん、今後ともお願いします。こちらこそもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、あとなんか言い足りないとかって言う人いませんか？こう、これだけは言っとかなとか、これ聞いときたいとかっていう人。うん、特にはないですけど。特にはないんですかね。特にはないかな。うん。まあ、毎週、あの、ハックフェストをやってるので、うん、気になった人は参加してくださいぐらいですかね。うん、あれもちょっと、最近、バグハンティング寄りになってるので、もうちょっとこう、はい、ちょっと柔らかいやつもたまに入れないと。バグハンティング。まあ、そのバグハント寄りにしてる、人間が、ここに来て。いやいやいや。持っていこうと。いや、まあ。あんまり僕はこだわりがなくて、うん、来た人のこれやりたいっていうのに合わせてるって感じなので、なんか、そのこれやりたいっていう意見があればもちろん、うん、それをやりましょうみたいな。ぬるいやつね。ぬるいやつを。うん、そう、ぬるめのやつをちょっと考えて、まあ、ユーザー寄りとか、例えば操作系とかでも、うん、
ありだと思うんですけど。あ、うん、そうそう。まあ、あの、質問箱のやつの、一応アカウントは作ったんですよ。うん。それのやつで質問してもらったやつを淡々と読み上げていくとか。ああ、全然そういうのでもいいんじゃないですか、うん、月1ぐらいで。うん。まあ、なんか、そういうのもちょっと考えてるので、はい。怖くないよ、ハックフェスト。なんかそんなこと言うと逆に怖いように聞こえるじゃないですか。怖いよ、いきなりにそのソースコード読み始めるから大丈夫大丈夫大丈夫って、こっちは楽しいんやけどね、うん、全然別に僕デベロッパーじゃないけど、うん、なんか説明してもらったら楽しいから。いや、デベロッパーよりやん。デベロッパー寄りじゃないよ、全然コード書かないよ。デベロッパー寄りですよ。全くコード書かない人間を捕まえて何を言ってるか。いや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 、そう。コード書く書かないじゃない。うん、まあそういうことなんで、まあ毎週水曜日19時からハックフェストオンラインやってますので、はい、はい。それもよろしくお願いします。お願いします。はい。とりあえずはそんなところですかね。ラルさん、宣伝とかないですか？え、あれば。私、イベントやるぞとか、そんなの。あ、うん、イベント特にはないですか。新刊出ましたっていうの。新刊は明日、というか今日の日付変わる頃から、あのエアブーっていう企画に参加していて、あの通販が始まりますので、よろしくお願いします。え、それは、はい、そもそも分かってないですけど。あ、いいです。あの、なんか、なんて言えばいいかな。普通に二次創作のアンソロを作って、あの、この前、ツイッターでつぶやいてこんな本届きましたのやつの本の通販が始まりますってだけ言ってきます。ああ、なるほど。ということは、ツイッターのやつを見とけばいいと。はいはい、ああ、まあそうですね。アカウント辿っていただければ。あと、なんか、同人誌作ってみたいとか、なんか、でいろいろ見たいとか、同人活動に関する話聞きたいなみたいなやつだったら、ぜひツイッターフォローしていただければ嬉しいです。はい、そう、やっぱりこっちの自治に来る人は少ないけど、うん、YouTube は多いので、あ、うん、はいはい、もう YouTube の人は多分フォローをしてくれるはずという。ええ、そうなの。そう、いや、でもハックフェストでも YouTube から入る人が多いので、うん、うん、ああ、はいはい、そうなんですよね、うん、あれ不思議ですよ、うん、不思議じゃないよ。え、だってYouTube とかって一方的に聞くだけだから楽しくないやん。いやいや、一応コメント見てる。うん、いや、まあ見るけど、うん、中に入った方が面白い、実地に入った方が、うん、様子を伺いたい人は多いでしょうからね。うん、まあ確かに、全然知り合いじゃないといきなり行きづらいかもしれないですね。うんうんうん、そう。なんで、YouTube でちょっと鳴らしてから、うん、来てもらうと。うん、はい、うん。そんなところですかね。はい。はい。ということで、閉めても、僕は閉めてもいいんですか？お願いします。だって近藤さんもいなくなっちゃったから、もう閉めてください。まだ残ってるかと思った。あ、じゃあ本当にいなくなったんだ。はい。一瞬残ってるかと思ったら、もういなかった。ああ。はい。ということで、今日はまあ、一部、二部に分かれてたんですが、あんまりこう変わりなく、ちょっと、いろいろ困る話とか、しました。はい。ということで、ナルさん、ありがとうございました。長い時間。ありがとうございました。で、皆さんも、参加している皆さんも、長い時間、ありがとうございました。はい。ということで、今日は、リブレオシャの BOF、これで終わりにしたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、YouTube の方も切ります。はい。切れたかな？OK。はい、切れます。